元旦那との離婚理由は、元旦那が義両親の借金を背負うことになったから。当時生まれたばかりの息子もいたし、額の大きい借金を一緒に返していく自信も私にはなく、愛はあったが慰謝料なしで離婚することになった。元旦那は毎月息子に会いに来てくれたし、少なくても養育費は払ってくれた。息子が保育園に預けられるようになってからは、私実家に頼りつつ正社員の仕事を見つけ働いた。そしてトントン拍子で出世、収入も元旦那より随分いい額をもらっていた。そんな時、元旦那から転職するために勉強したいから1年間養育費を止めてほしいと言われた。私は収入があるので今なら復縁して一緒に借金を返せばいい。それに今元旦那がしている仕事は元旦那の夢だった仕事だから、辞めなくても2人なら大丈夫と伝えたが、それはできないと。仕方なく復縁は先延ばし、1年間養育費ストップで過ごし、元旦那が転職したタイミングで養育費が前よりも額が上がり払ってくれるようになった。さらに1年後、元旦那に復縁の話をしようと思っていたら、元旦那から会いたいとの連絡があった。待ち合わせの場所に行くと、元旦那の隣には若い女性、その女性は転職先で出会った元旦那の再婚相手。離婚してから6年間すべては元旦那と復縁し、家族3人で過ごすことを目標に頑張ってきたのに、息子に話すと息子は知っていたようで、元旦那に結婚式呼んでねと明るく話していた。元旦那より再婚相手が憎いと思う自分が嫌だ。